知恵人に興味のある方なんかは低分子化されたジペプチドのコラーゲンペプチド。はい、皆さんこんにちは、山本義則です。今回はコラーゲンの話を、していきたいと思います。コラーゲンというとですね、人間の体のタンパク質、そのタンパク質の大体3分の1ぐらいを占めるような、とても多くの量が体内にあるタンパク質の一つです。でコラーゲンは細胞外マトリックスといいまして、まあ、人間の体は、最近では36兆個ぐらいあると言われてるんですけど、まあ、それぐらいの数の細胞が集まって成り立ってるんですが、まあ、その36兆個の細胞、普通にあってもバラバラになってしまいますよね。でバラバラにならないように細胞同士をつなぎ止める接着剤みたいなものがあります。まとめるような接着剤を細胞外マトリックスと言います。その細胞外マトリックスの主な成分がコラーゲンでもあります。よく肉離れとかしたりしますけれども、肉離れしてこう破れるのは細胞そのものではなくて細胞の接着剤、細胞外マトリックスが破れちゃうんですね。ですので逆に言えばコラーゲンがちゃんとしっかりしていれば肉離れとかそうした結果も起こりにくいということになります。最近コラーゲンはですね、外から口に入れてもちゃんと体内のコラーゲンがいっぱいできるということが分かってきました。昔はですね、コラーゲンというのはタンパク質ですので、コラーゲンを飲んでも体内でアミノ酸に分解されてしまう、だから全然意味はない、他の肉とか魚でタンパク質を取るのと同じだということが言われてたんですね。ただのコラーゲンだったらそういうこともあるかもしれないんですけれども、実はそうでもないことが最近になって分かりました。どういうことかと言いますと、コラーゲンの中でもペプチドと呼ばれるものがあります。特に大事なのがプロリンというアミノ酸と、あとヒドロキシプロリンというアミノ酸もあります。このプロリンとヒドロキシプロリンをくっつけたジペプチド、2つのアミノ酸がくっついたジペプチドがあるんですけれども、そのジペプチドがですね、体内におけるコラーゲンの合成に大事な役割を担っていることが最近になって分かってきました。どういう作用があるかと言いますと、要はそのジペプチドが増えてくると体内の線維芽細胞が活性化されるんです。線維芽細胞って何かと言いますと、その線維芽っていうのがまあコラーゲンのことです。つまりコラーゲンを作る細胞が活性化するんですね。つまりヒドロキシプロリンとプロリンのジペプチドを取ると体内におけるコラーゲンの合成が高まるということです。まあ、人間の体っていうのはですね、体内で普通にコラーゲン、アミノ酸から合成してるんですけれども、年を取るとだんだんその合成能力衰えてしまいます。でもそのジペプチドを取ることによってコラーゲン合成能力を高めることができるわけですね。ただのコラーゲンを飲んでもそれなりのそういった効果はあります。でもできればそのジペプチドを多く含んだ低分子化コラーゲン、分子を低くした低分子化コラーゲンを取ることによってより体内におけるコラーゲンの合成を高めることができるということが分かっていますので、怪我を治したい方、アンチエイジングに興味のある方なんかは低分子化されたジペプチドのコラーゲンペプチドを、ぜひ取るようにしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。今後の、セミナーなどの新しい情報はですね、LINE の公式アカウントとかは、お知らせしていきますので、ぜひ概要欄から友達登録よろしくお願いいたします。